ベタな3バック使う利点、5バックにして守備固くなとか、森保ジャパンの場合は前のプレス連動しないから、よく言う、俺言う例えだけど、蛇口閉めれないんだったらバケツ定額しないと溢れちゃうじゃん。蛇口を閉めれるんだったらバケツちっちゃくていいけど。そう、だから蛇口はもう閉めれないから。ってなるとバケツ定額するっていうのは5バックだとできるっていう。で、あと、森田さんのチームで今もやってるのかわかんないけど、5バックの形ってさ、やってる人多いじゃん。今のチームで。でも何よりの理由は、僕、試合中に森田さんのポジショニング指摘したじゃないですか、昔。サイドバック上がって、左ボランチの森田がクロスロールで、こう、上がったサイドバックのここに降りてきてるけど、ここ張りすぎちゃって結果縦しかパスコースなくなってるみたいな話。これちょっと内側だと、上がった選手と内側のと両方にさせるみたいな。これが、4バックだと、これね、4-2-3-1。この形だと、4バックだと、じゃあここから自由にビルドアップしてくださいって場合、サイドバックこう開いちゃって、今言った、モニターが降りてってこうなっちゃったのと同じ現象なんですよ。でも3バックだと、最初の方がこうで、こう5-2-3、こういう形で、こっからこう上がってくから、こっからこう上がってってシャドウの中入るから、結果、ここ使わない。で、モニターがダブルボランチになって、相方が鎌田だったりとか、旗手とか、動くタイプだと自分真ん中にいなきゃいけないから、4バックの時に、4バック、ダブルボランチ、モニター残る、ここでサイドバックがこんな立ち位置取られたら、修正できないというか、自分が動くだけじゃ何も解決しないですよ。でも3バックだと、そもそもここに人がいないから回せるし、もしもずれた時とか、こうずれちゃった時とかに、この動いた片方の人が行ったら、ちゃんとそこのところに繋げるから。日本代表のビルドアップで、いつも、いや、なんでそこ立つのっていう問題が3バックだと出にくいっていう。だから攻撃を組み立てられない監督っていうのは、ここのエリアをこう使っちゃう監督だから。でほとんども9割9分の監督ここ使いますけどね。で、ちゃんとハマってるんですよ。で、テクニックが足りないってなんです。でもそれはまあ、元プレイヤーの感覚なんでしょうね。自分が上手くないからダメなんだ。ブラジル代表は、レアルマドリードはここ、ワンツーとかドリブルで崩してるみたいな。いや、それブラジル代表だからみたいな。で、森田さんはそれ分かってるから、そもそもこういう風に、ここでハマるって形になりにくい3バックを使ってっていう形。それが大きいな。まあ、攻撃のこと考えて3バックって言ってたから。さあ、アコメ君スパチャありがとう。レオさんお疲れ様です。日本代表がロングボールに弱いみたいな関連動画たまに出てるのですが、原因や解決策、そもそもこのロングボール弱いというのはセカンドボールの処理慣れしてないということでしょうか。昔の代表の方が慣れていたというニュアンスで元日本代表の本田圭佑さんがおっしゃってました。これね、逆に答えないでやろうかな。いや、全部わかってるんですよ。でもみんなさ、ロングボール弱いって言ってもさ、ロングボールをどう改善したらいいかっていうのをさ、誰も喋れないじゃん。で、誰も指導できない。指導できないから日本代表とかそうなってるんだけど、で、これ言うとさ、誰でもわかってること言ってるみたいに言われるのも腹立つから、領土学園だと思って説明してるから、逆にそっち誘導してもいいけど、なんか通販というかそういう営業だと思われるの嫌だから。で、マジで、理由いくつもあって、一つはボールの出所を抑えられない。ロングボールって、使われちゃうんですよ、絶対。キーパーからのキックの時にプレスかけれないから、だから出所を抑えるなんて基本無理なのよ。で、ディフェンスラインが回してる時のロングボールも、日本代表の場合は、ボランチをフォワードが抑えてるから、そこまで出ていけないんですよ。全体でどのタイミングで出ていっていいかっていうのを決めてないから。ってなると、残ったのは何かっていうと、蹴らせた上での回収になるじゃん。でも、蹴らせた上でじゃあどうロングボール処理するかっていうので、もう、アンダー世代とかには特に顕著に出るけど、サイドにクリアするっていう習慣がないの。真ん中にクリアしてもう一回拾われて、二次攻撃。真ん中っていうのは、右も左もいけて、ミドルもいけんのよ。でも、サイドにクリアすると、プレイが切れる。もしくは相手ボールになったとしても、そこから自分たちがもう一回プレスをかけに行けるし、攻撃の方向が中央に向かっての方向しかないから、真ん中だと右も左も行けるけど、サイドだとそこから中央側なの、絶対。っていうところも徹底してない。で、あとは、落下地点の競り方で、最初から落下地点に早く入りすぎててどかされてるっていう。落下地点に対して、斜めから入ってくるっていうのが大事で、これなんでかっていうと、こう、みんなこういう風に来るとさ、落下地点分かりにくいでしょ、まっすぐ来ると。でもこれが、ちょっと斜めから来ると、軌道読みやすくない？これがロングボールそうなんですよ。だからこういう、やっぱ、パスとかドリブルとか、まあ子供の頃はヘディングやらせたくないとかあるけど、その落下地点をどう読むかみたいなのも指導されてないから。で、あとは落下地点に先に入ってる相手をどかすポーク的な技術。で、あとは、ロングボールを相手が使った場合に、弾き返すとこ決めて、そこに人がいるっていう、ロングボールっていうのも、クロスも含めてロングボールっていう風にしてると、ボールホルダーとマーカーを両方一緒に見れないって。首振りながらやってると、首振った瞬間クロス上げられて、今度クロス上がったなと思って見てるときに今度振りにしてってあるから、首振んなくていいところに立ち位置を取るのよ。でもゴールエリアより外側だと、首振
振らなくていいところの立ち位置取ると中にスペース空けすぎるから。そう、だからちゃんと蛇口の出元を抑えるところ、そこがまずできてないから、じゃあバケツ広げなきゃいけないよね、大きくしなきゃいけないよねって感じなんだけど、そのバケツ自体が水漏れさせないようなディテール組んでない。だって一発目弾き返してっていうのはできるじゃん、日本。でもそっからの次のところで、弾き返した先でどうなるかまで考えてないからね。一回プレイ切るっていう。で、サイドにクリアする。じゃあサイドにクリアできない時もあるじゃん、ヘディングしたことある人はわかるけど。その時の中央へのクリアっていうのは、ヘディングは、どういう球質のクリアがいいかっていうのもあるのよ。こっから先はレオザガケ。自分のプレイ見てて、ああ、多分外張りすぎてるなとか、タイミングが悪いから結局自分がサイドバックみたいになってしまってるなっていうのが最終予選のプレイとしてあって、それを、うん、僕、レオザさんの YouTube 出てきたので見たんですよ、後で。うん、はい。それで、自分のことをまんまそのこと言ってて、はい、早く降りすぎみたいな、外流れすぎてるから結局立てなんて出せないですみたいな。はい。はい、いや、もうなんか、ああ、合ってるわ。いや、だからそういうのを見て、あ、なんか、こういろんなやつを出てきたら見るきっかけになったんですけど、すいません。いや、もういえ、普通にこう、学びたいっていう意識が一人強いので、今日も、普通にアドバイス欲しいなって思ったんですよ。あ、本当ですか？はい。あ、じゃあ、ちょっと僕、今からこの視聴者の方の質問に移らないと僕ばっかり聞きたいこと聞いちゃって、それババッとやって、その後なんか、僕、ちょうどスパーズ戦とか見てたんで、その話ちょっとだけお時間あったらしてもいいですか？いや、もちろんです。もう、あ、本当ですか？いや、そう言っていただいてありがとうございます。はい、森田がレオさんの指摘してた問題点、自分で気づいたらマジですごいと思いました。ね。嬉しいですよね。あれによってね、その、日本代表戦一緒に見てない人に言うと、まあ、日本代表だとして、南野がサイドから入ってくる。で、相手のサイドバック、内が入れる。だから、まあ、南野がウィングとか、サイド派から入ってくる。そうすると、このスペース空くから長友上がる。で、あと、まあ、フォーバックだから、ここの間が開くから、ここのところに森田が中継地点作って、迂回しながらどっちも行けるよってしたいんだけど、森田がこの時に、この、外にワンレーン分残さないと。張りすぎちゃダメと。これもサイドバックが低い位置で張ってるのと一緒で、こっちがなくなるから、コース的に。これがなくなるから、ちょっと内側に入ってるだけで、こうもあるし、こっちへのサイドチェンジもしやすいしっていう。で、相手がこういうとこについてきてたら、そのまま内側入って、ここ開けてあげるのもいいし、降りて、引き出して、その分こういうとこで受けやすくするのもいいし、みたいな。まあ、ポジショニングとして、この外を開けるっていうのはすごい大事みたいな。まあ、やれてるチーム少ないんだけど。で、それによって、長友と南野が中入ってるけど、いい効果出てないねっていう話をしてたんですよね、このチャンネルで。そしたら森田が自分のインタビューで自分が張りすぎてたっていうのを自分言ってて気づいてたから、あ、嬉しいねっていう。